大丈夫。モンシロさん、ううん、カズヤくん、うん、そう、本当の名前は神田カズヤ。黙っててごめん。カズヤくん、ああ、キャンプに来たくらいで記念撮影なんて大げさだよな。大したイベントでもねえのに。タクヤ、昨日の夜楽しみで寝られなかったくせに。寝られなかったのは楽しみだったからじゃねえよ。暑苦しかったからだよ。窓開けてもあんま風入ってこなかったし。嘘だ。昨日はいつもより涼しかった。モンシロさんが本物のカズヤくんだったんだ。私どうして気づけなかったんだろう。こんなに近くにいたのに、話をして声も聞いてすぐ触れられる距離にいたのに。気づけなくてごめんね。分かってあげられなくてごめん。俺もごめん。今まで何も言わなくて。本当にね。なんで黙ってたんだか。日陰が怖かったの？なんか脅された？そんなんじゃない。俺はただカズヤ。いや、今こんなことしてる場合じゃねえな。ここは危険だ。場所を移動しよう。うん、そうだね。って言ってもどこにさ。隠れ家の場所は日陰にバレバレだし、どこ行ったって危ないのは同じじゃん。てかお前生きてたの？どこでどうやって？この爪本物？おい、ジロジロ見るな！触るな！好きでこんな体になったんじゃねえんだから！だっていろいろ気になるんだもん。ったく。この館、上に温室みたいなとこがあって、今までそこで寝泊まりしてたんだよ。隠れ家みたいに何から何まで揃ってるわけじゃねえけど、安全に過ごせるし。温室。あ、そうか。あそこならひとまずの避難先にはなるな。うん。大丈夫だと思う。んじゃ、その温室とやらに案内してよ。行こ、ベニユリちゃん。ベニユリちゃん。立てるか。ほら、手貸せ。うん、大丈夫。ありがとう。
おい。余計なことは考えるな。今は気持ちを立て直す方が先だ。あいつのことはそれからちゃんと考えような。ヤマト君、そうだね。へえ、こんなとこあったんだ。隠し扉鍵当てるなんて、ヤマト君の野生の勘はすごいな。それ褒めてんのか、けなしてんのか。お前に言われるとムカつくんだよ。うーわ、この程度でムカついちゃうんだ。ヤマト君ってば超短気、さすが単細胞。相変わらずうぜえなお前。ここは白い蝶もいるから平気。少し落ち着けそうだね。モンシロ、お前がカズヤだったんだな。お前の声、今はそんな風なんだな。ああ、でも、やっぱわかる。お前が和也だ。拓也。お前、なんで自分が和也だって黙ってたんだよ。なんで顔隠してたんだよ。それは理由があったのか。日陰となんかあったんだろう。なんで今まで何も言わなかったんだ。ヤマト君落ち着いて、ゆっくり聞かなきゃ。それじゃモンシロさん話ができないよ。終わり。だって言えなかった。だからなんで。だって言ったら全部壊れるから。え、壊れるってどういうこと。俺がベニウリのとこに行った時、みんなもう仲良しだった。日陰がみんなをまとめてて楽しそうだった。それは日陰くんのこと信頼してたし、同じ目的を持った仲間だったから。だから言わなかった。余計なこと言ったらみんなの関係が壊れる。俺のせいで楽しい時間が壊れるのは嫌だった。怖かった。けどいつまでもそんな関係続くわけねえだろ。あいつの正体を知ってたらいつか壊れることぐらい。でも言えなかった。もし俺が名乗って
日陰の嘘がバレてみんなバラバラになったら、俺また一人になる。もう一人は嫌、一人は寂しい。そんな、だからって誰かが自分になりすますのを黙って見てるなんて、そんなの辛くて悲しかったはず。いい、辛いのも悲しいのも耐えられる。でも寂しいのだけは嫌。名前でも顔でも、欲しいなら何でもあげる。何でもあげるから、もう一人にしないで。お前、そっか、お前はずっとここに一人でいたんだな。あの時からずっと。あの時から10年は経ってるし。ごめんな。いい、もともと俺のせいだから。違う、そうじゃない、あれは俺がお前に。あの時って？は？もしかしてキャンプの時？やっぱりそこで何かあったから。お前、記憶が戻ったんじゃなかったのか？うん、全部じゃないの。まだ所々が抜け落ちてて。そうなの？うん。悪い、何でもない。お前は気にするな。え？何でもないって、そんなはずないよ。さっきもそうだった。みんなが知ってることを私だけ知らない。誰も何も答えてくれない。どうしてごまかそうとするの？別にごまかしてるわけじゃねえよ。でも。あ、いたっ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 た。そういえば俺怪我してるんだった。いろいろあってすっかり忘れてたけど、今になって痛みが、あ、いった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 。大丈夫？ごめんね。私も他のことに気を取られてて、すっかり。とりあえず血は止まったみたい。自然の力ってすごいね。よかった。でも油断しちゃダメだよ。水場があるからそこで手当てしよう。そうだね。悪化しちゃまずいもんね。ってことでヤマト、ちょっと付き合って。あ？だから、傷の手当てしてって言ってんの。え？ふーわ、何その反応。怪我人をいたわることもできないの？お前、
手なら私が。君、俺の裸見たいの？興味あるの？実はムッツリちゃん？なんでそんな方向に話が。まあ、女の子にダサいとこ見せたくないって男心、理解してよ。ということで君は、寂しがり屋のモンシロちゃんの相手、よろしく。じゃあ行こう。わかったよ。大丈夫。傷、そんなに深くなさそうだから。だから、心配しなくていい。うん、そうだね。きっとすぐに治るよね。ねえ、モンシロさん。モンシロさんは、どうして影葉さんにあんなことしたの？ちょっと、喧嘩。なら、どうして喧嘩なんてしたの？なんとなく。なんとなくって。まあ、コソコソして何なの？何かあるならはっきり言ってよ。内緒話されるとすごく気になる。別に俺は。カラスバ君も怪我の手当てだけならそんなに時間かからないよね。難しい顔して何を話し合ってたの？話し合いなんて大したもんじゃないよ。ちょっと男同士の親睦を。そうやってごまかされるのはもう嫌。ねえ、どうして私にだけ教えてくれないの？何を隠してるの？秘密自体が言えないなら、せめてそれを秘密にする理由を教えて。ベニユリ、二人を責めないで。でも、二人はベニユリのこと大事に思ってるだけだから。だから話せないこともある。大事に思ってるから？
また日陰に会うなら、戻らない方がいい記憶もある。どういうこと？俺は、みんなより早く狭間に来て、日陰と出会った。日陰は、狭間に昔から住んでる、人じゃないもので、長くここにいるから、信念を操るのも、人の心の隙につけ込むのも、すごく、うまい。記憶があると、いろいろ惑わされる。だから、思い出さない方がいい。惑わされるって、そんな、何も考えられない状態の方がいいってこと？うん。影葉さんのことが心配でも、みんなが何か悩んでても、私は何も考えずに能天気にしてろってことなの？ごめん。ベニユリ、大丈夫か？仲間外れになんかしてないから、そんな落ち込まないでよ。ね。わかった。もう大丈夫。困らせてごめんね。ちょっと混乱しちゃってて。そっか、全部記憶が戻ってないのはラッキーかも。私すぐパニックになっちゃうし、難しいこと考えるの苦手だし。ご無沙汰しています。皆さん、お元気そうで何よりです。ウサギ、お前この場所知ってたのか？この世界はいわば、主様の庭。どこにいらしても、手に取るようにわかります。なこったろうと思ってたけどな。一体何の用？って、どうせろくでもないことなんだろうけど。今日は主様から命を受けて、こちらに参りました。命を受けて？ウサギちゃん、本題に入ります。皆さんのご協力のおかげで万華鏡のかけらはほぼ完成しました。主に代わってお礼を申し上げます。さて、残るかけらはたった一つ。その
最後のかけらをお持ちの方を主様のもとにお連れしたく伺った次第です。最後のかけらをお持ちの方？あなたです、ペニューリさん。最後のかけらをお持ちのあなたをお招きしたいんです。え？私が持ってるって？あなたの髪飾りのことです。普通のヘアピンだけど。よくご覧ください。これが最後のかけら？どうして？なんでこんなところに入ってるの？さあ、理由は私には。日陰くんがこの前絶望を吸うって言ってたけど、この世界では写し世で縁のあった者々がお守りのような働きをすることがあります。持ち主の不幸や化け物から生まれる負の性気を代わりに受け止めてくれるんです。それがこの髪留めってこと？ベニユリさんの場合は。みんなのも前より色が暗くなったような。てかモンシロちゃんのかなり黒くない？これ大丈夫なのか？いえ、これはここで長い時間を過ごされて汚れに触れる機会が多かったのでしょう。今まで無事だったのが不思議なくらいです。うん、って簡単に言うけど、このまま放っといて大丈夫なのか？俺の時みたいにどうにかなったら。大丈夫、大丈夫だから気にしないで。気にするなって、その大丈夫の根拠は何だよ！とにかく化け物とは極力接触しない方がいいでしょう。なるべく心を平穏に保ち続けてください。それで、ベニユリさん、主様のもとへ来てくれますか？その最後のかけらを持って。それは万華鏡を完成させるためだよね？はい。日陰くんは完成した万華鏡を使って本当に私たちを元の世界に返してくれるの？そもそも日陰くんが万華鏡にこだわってた理由って。それらは主様とお話しください。私はご命令に従うのみですので。ねえ、ちょっと待ってよ。それって当然俺らも誘われてるんだよね？絶対一緒に行く。こいつだけを行かせるわけにはいかねえからな。みんな。ええ、一緒に来ていただいて構いません。と言っても何かとご準備もあるでしょう。道中道しるべを置いておきますので
心が決まり次第いらしてください。道しるべって？外に出ていただければわかります。それでは。やっぱ居場所はバレてたんだな。で、どうする？どうするって、まさかホイホイ行くつもり？罠に決まってるでしょ。でも万華鏡がなければ元の世界に戻れないし。万華鏡はあいつが持ってる。戻るにはどっちみち日陰に会わないといけねえんだよな。いっそ奇襲でもかけるか。あ、ヤマトと意見かぶった。まあそういうこと考えちゃうよね。奇襲って？あいつがお前と話してる隙を狙って万華鏡を奪い取る。肌身離さず持ってるにしても複数相手だったらあいつも隙ができるだろう。奪い取るなんてそんな物騒な。でもそれしかないと思う。モンシロさんまでちゃんと話し合いで解決できないかな。日陰くんはもともと仲間だったわけだし、どんな事情があったのかわからないし。お前話し合える相手だと思ってんのか？難しいかもしれない。でも行動する前から諦めたくない。もしかしたら分かり合えるかもしれないんだから、そのためにもちゃんと話を。君って本当に甘いね。まるで綿菓子でできてるみたい。あいつさ、君に銃口を向けたんだよ。わかる？殺そうとしたってこと。そんで、鍵谷くんが代わりに血に染まった。そういう奴に、成功法で挑むつもり？それは。いい子ちゃんなのも可愛いんだけどさ、現実から目をそらすのは、いい加減やめなよ。おい、そのくらいにしとけ。日陰は信じる相手じゃない。ベニユリ、お前は日陰の気をそらせてくれればいい。あとは俺らで何とかするから。でも大丈夫だって。この前だって一撃食らわせてやったんだ。任せとけ。まあ呼び出されたのはベニユリだし、会いに行くタイミングはお前が決めろ。しばらくじらすってのもありだしね。ベニユリはどうしたい？私は
あんまりゆっくりしてられないよ。すぐにでも行きたい。けど本当に大丈夫なのか？うん。いつまでもここにいたって何も変わらないし、それに影谷さんのことが気になるから。それはまあ、そうだけど。大丈夫。こっちには最後のかけらっていう切り札があるんだから、無茶なことはしてこないよ。明日、日陰くんに会いに行こう。